ヘイスティングズの戦い、ヘイスティングズの戦い、ヘイスティングズの戦い、A、バトルオブヘイスティングズは、1066年に、イングランドのヘイスティングスから、若干内陸に入ったバトルの丘で、ノルマンディー公、ギオーミヨと、イングランド王ハロルド2世との間で戦われた、海戦である。イングランドは1016年、デンマークノルウェー王クヌートによって征服された。クヌートの王国は、 ノルウェーとスウェーデンの一部をも征服したため、強大な帝国となった北海帝国。彼の死後、イングランドでは、エドワード・ザン・エオンが即位して、デンマークから自立し、アングロサクソンの王党を回復した。しかし、その王権は弱体で、国内には有力な封建諸公が拡挙していた。エドワードは、最も有力な諸公であったウェセックス伯爵。 ゴードウィンの娘、エディスを王妃に迎えて、彼の協力を得ていたが、実施がないまま没した。ゴードウィンの子で、エディスの兄ハロルドが、諸公に擁立されて王位につき、ハロルド二世となったが、これに対し即座に異議を唱えたのが弟、トスティとエドワードザンゲ王の、十、0おいで、フランス貴族のノルマディー公ギオーム二世であった。ギオーム二世は、ノルマンディ公国を強国に育て、 フランス王フィリップ一世の殺傷で、ウェセックス王、アルフレッド大王とマーシア王の子孫である、フランドルハクボードアン五世の娘、マティルダを目合わして、フランス内で不動の地位を確立していた。彼はザンゲ王から、イギリス王位の継承を約束されたと主張し、ローマ教皇アレクサンデル二世からイギリス支配のお墨付き王も取り付けて、遠征の準備に勝った。 ギヨーム二世は8月初めに大艦隊を加工に集めて海峡横断の木を待ったが逆風のため2ヶ月近くも出発できなかった。ギヨーム二世の侵入に備えて軍を待機させていた。ハロルド二世は当初用意させた領食が尽きたため9月初めに備えを解いた。直後、トスキと手を組んだノルウェー王ハーラル三世がイギリスの王位を狙ってきたから侵入した。 ハロルド2世は、ノルウェー軍が上陸したヨークまでロンドンからわずか4日間で、急行し、油断していた、ハーラル3世の陣営を吸収し、スタンフォードブリッジの戦い、トスティとハーラル3世を打ち取り、ノルウェー軍を壊滅させた。ハーラル3世らが廃止した頃、ギオーム2世は、戦団の出航を命じ、約6000の兵力を持って、イングランド南部のヘイスティングズに上陸した。 当時のヘースティングズは、岬の先端にあり、ロンドンまでは、オネスの一本堂を進撃する以外になかった。一方、ハーラル三世を破ったハロルド二世は、返す刀で七千の軍と共に軟かし、ヘースティングズのある岬の付け根にあるバトルの丘で、陣立てを整えようとした。これを察知したギオーム二世は、イングランド軍の陣形が完成しないうちに合戦に持ち込む以外に、 正気はないと考え、バトルの丘に急行。丘のふもとに布陣した。決戦は10月14日朝に始まった。ノルマン軍は、探求やクロス棒を装備した救兵に援護させながらの騎兵による突撃を繰り返したが、球場に布陣したイングランド軍は、長大な斧を装備した重装不評による密集陣形で、これに応じ、昼までに戦闘は、こ着状態に陥った。 午後、ノルマン軍の間に、ギオーム2世が討ち死にしたとの誤報が流れた。ギオーム2世は兜を取って顔を見せながら、馬で駆け回って、自身の健在ぶりを示し、自軍の動揺を鎮めることに成功した。この後に、何が起こったかについては、諸説あり、ノルマン側の旧兵が、ハロルド軍の前衛の盾の列の後方に攻撃を、集中した結果、イングランド軍の人形が誇ろんだとの説や、 ギオーム二世が退却を装って、イングランド軍の前衛を突出させたところで、反転攻撃に転じたとの説もある。いずれにせよ、ノルマン軍は、イングランド軍の陣形を崩すことに成功し、ハロルド二世は戦闘中に落命した。ハロルド二世が撃ち取られたとされている地点は、イングランド軍側から見て、右翼の丘の中原にあるが、丘のこちら側は、勾配が、 他の部分に比べて緩やかなことから、ノルマン軍がイングランド軍の右翼に攻撃を集中させたため、ハロルド2世も右翼に移動して、前線で戦闘に参加して落命したとの見方もある。バイユーのタペストリーでは、ハロルド2世は矢で目を射抜かれたことになっているが、これについては、視力を失うことが別の何かの象徴なのではないかとの見方もあり、史実が、 このようであったと断言できるわけではないとされる。ギオーム2世はイングランド南部を平定12月25日にウィリアム1世として即位し、ノルマン朝を開いた。ウィリアム1世は反抗したアングロサクソン系貴族の土地を没収して本土から突き下がいた行進に与え、彼ら諸公に忠誠を誓わせて強大な王権を樹立した。また、ロンドンを首都と定め、 教会組織も整えた。こうして、イギリスには、中世では、例外的に王権が強力な独自の封建制が成立することになった。その後、ノルマン人は、アングロサクソン人に同化し、文化の融合も行われた。言語もアングロサクソンの言葉を中心に、ノルマンフランスそれぞれの要素を融合させ、今日の英語になっていったのである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。